皆さんこんにちは。今回は北欧北スウェーデンで暮らす保護犬2匹の1日に密着。彼らの普段の様子から苦手のシャワーに緊張の爪切り、突然起きるドキドキの遭遇まで内容盛りだくさんです。ぜひ最後までご覧ください。まずは簡単に2匹の自己紹介から。白とオレンジの毛並みにゴールドのお目目がチャーミングなこちらの男の子はアイルランド出身のブライアン。2018年生まれで体重は33キロ。性格は勇敢で優しく社交性があって異常なほどのボール好きです。そしてこちらは一緒に暮らして2年半のジェマ。このまだらでふわふわな毛並みとピンと立ったお耳が愛らしいアイルランド出身の女の子。詳しい年齢はわからないんですが2020年あたりに生まれたと推定されていて、体重は23キロ。性格は臆病だけど甘えん坊でとっても足が速くちょっと変わった天然さん。また雪がすごい。撮影をしたのは3月の最後の土曜日。何ジェマ。ジェマはとにかくおしゃべりなワンコで、私の気を引こうとグーグー言ってみたり頭でクイッとしてきたり、なかなか無視ができない存在です。2階で寝ていたブライアンもジェマの声を聞いたみたいで、なんだブライアン、ブライアンおはよう。 Wanna go outside and pee?Wanna press the button? Ma'am, this one. Look. Okay. Go then. 愛犬たちとコミュニケーションを取りたくて買ってみたトークボタン。最近日常的に使ってくれるようになったので、また後でお見せしたいと思います。それでは朝のトイレが済んだら愛犬たちのご飯の準備。Good guys. Go ahead. ちなみにブライアンとジェマは体重が10キロも違うんですが、ジェマの代謝がすごくいいので彼らは2匹とも150グラムずつ同じ量のドッグフードを1日2回食べています。この日はお休みの日で愛犬たちとたくさん一緒に過ごしたいなぁと思っているので、早速次のアクティビティに行きたいと思います。じゃあ散歩行こうか。 Yeah, you're gonna be a film dog today, right? いいんじゃない。今日も楽しみ。 Such a good boy, huh? My good boy. Oh, that is nice. Oh, that is nice. Good boy, huh? Such a good boy. それではちょうど1年前の愛犬に密着した動画でもご紹介したアクションカメラをブライアンの背中に取り付けて、本日1回目の散歩に行きたいと思います。ブライアンはこの散歩の時間が大好き。いろいろな場所を目や鼻でチェックをしながら、他の犬の情報収集をしたり、近所で変わったことがないかをくまなく確認中です。4月に入り、もうそろそろ春を感じたいなぁと思うものの、ご覧いただけるように道路には1メートル近くの雪が残っていて、家のすぐ裏につながっている森も5月半ばぐらいまでは入ることができません。見つけたのそれ。don't eat it. 特に今年は雪の量が多いので、いつ雪が溶けてなくなるんだろうと今から少し心配をしていて、4月に入り日中は日が照って暖かく雪が溶けるようになってきたんですが、
すぐに何日間も雪が降ってあっという間に冬景色に戻ってしまいます。スウェーデンや他の北欧諸国には自然享受権という法律があるんですが、それはどんな人でも自然や森の中でテントを張ってキャンプをしたり、ベリーやキノコを取ったり、自由に個人個人が自然を享受できる権利があるというものです。この考え方は人々の生活に深く根付いていて、それが旅行者であっても地元の人であっても、自然や森の中でいろいろなアクティビティをして楽しむことができます。まだ凍ってるんだね。もう溶けたかなと思うけど、見た感じ川はもう溶けてきましたね。本当だ、奥の方にあそこにテントが張ってあります。不思議。ここもう穴が開いてるんだけど、スノースクーターはここを通っていくのですごくない？こっちの森から出てきて、ガーッと一直線にこちらに走っていくのを今3台見かけました。風が寒いね。村の中心地の方へぐるっと歩いて帰ろうとしていたら、あるハプニングが発生です。これはスノーモービル用のウィンターロード。車が通る道とは違って、道路の脇や森の中などを駆け抜けれるようになっているのがポイント。私たちは散歩や雪かきぐらいでしか冬外に出ないんですが、北国生まれの人からすると冬はすごくいい季節みたいで、どんなに寒くてもみんな外に出てきて、その時自然の中でできるアクティビティを全力で楽しんでいます。愛犬2匹とペットショップにいた動画でもお話ししたんですが、ジェマはブライアン以外の犬が大の苦手。そんな中、知らない犬から追いかけられるという事件が。事件とは言っても誰かが怪我をしたわけではないので安心してご覧ください。この時私は知らない犬がこっちに向かって全力で走っているのが見えたので、急いでその場から逃げようとしました。ブライアンは背中を向けたくなかったみたいで、なかなか動いてくれず、その犬が急接近した瞬間、これ以上は近づかないでとしっかり伝えることができました。実は以前に同じ犬からいきなり飛びかかられたことがあって、その時はブライアンが1匹だったこともあり、お互いの匂いを嗅ぐ程度で、それ以上は何も起きなかったんですが、今回は犬がとても苦手な妹のジェマが横で叫んでいるというカオスな状況。ブライアンはそんな妹を守ろうと、この犬が近づかないようにと間に立って彼女を守りました。ジェマはアイルランドで妊娠をしている状態で道に捨てられ、その間にできたのか顔にはたくさんの傷が残っています。この日はブライアンが守ってくれたけど、これまではこういった不遇な出来事が続いて犬が怖いというトラウマになっちゃったのかなと考えると胸がいっぱいになりました。You did so good, Brian. Yeah, you did so good. You're here. Yes, you are. Such a good boy. この時はたまたま動画を撮影していたので、改めて振り返って見ることができるんですが、誰も怪我をしないでいい状況にしてくれたブライアンには本当に感謝の気持ちでいっぱいです。いつもより少し長めの散歩で、お散歩の最後に起きたあのハプニングも重なり、信じられないぐらいお疲れの様子のブライアンとジェマ。もうこれ以上今日はエネルギーを使いたくないよという顔をしているところ、大変ブライアンには申し訳ないんですが、この撮影の前日にもある小さな事件が起きていたんです。ブライアンがジェマにおしっこかけられちゃったので、シャワーします。シャワーしようね、明日ね。嫌だね。Yeah, my feet on you, huh? Can you be the annoying little sister? ジェマのビフォアです。多分カメラ越しにも、
カメラ越しにもさ、ジェマがふわふわなの分かると思う。このブライアンの毛並み、毛質と対比すると、ジェマはね、シルキー毛並みなんだよね。She's a bit oily. No, it's funny. Brian is such a camera bug. ね、すごいね。カメラ撮り始めると絶対ブライアン目の前に来るんですけど。Mm. Right, Brian? Huh? Yeah. ブライアンのシャワーのビフォーです。じゃん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 。じゃあ次はシャワーですか？シャワーする？シャワーわかる？Not Gemma. You sit in the corner, huh? Yeah, Brenda, come on. Come. Yeah, it's okay. Come, come, come. スウェーデンのバスルームは日本のお風呂場と違って段差がなく、トイレや洗面台と一つの部屋になっていることが多いので、正直犬のシャワーめちゃくちゃやりにくいんですが、過去に皆さんからリクエストでシャワーの様子が見たいといただいていたので、今回特別に撮影をしてみました。日本みたいなさ、お風呂場がないからさ、べちゃべちゃになるんだけど、そうやってねシャワーするんだよね。ブライアン、どう？大丈夫？ジェマ、really really wanna do that? Slaying in the corner, being unhappy. Yeah, まずはお湯で、ある程度。はい、come on, come in. Yeah, good. Yeah. 最初はすごい嫌だったんだけど、ブライアンも。あ、ちなみにこれは、老け防止用のシャンプーです。あ、ブライアン、え？どう？ It's kinda nice. Kinda nice. Especially the butt. いやー、大きいね、ブライアン、ほんとあなた。いや、逃げられるっていうあれもあるからさ、逃げられないようにこのバリアを駆使しながらシャンプーします。 I'm trying to escape. いやー、夏はね、結構ほら泥だらけになったりするからよくシャンプーするけど、冬はさ、もう雪だからさ、汚れないんだよね、全然犬が。やり始めたらそんな嫌がんないんだけど。いやー、犬ラベタ。おお、えらいえらい、えらいえらい。おお、気持ちいいね、ブレンね。気持ちいい気持ちいい。The weird thing is that he don't like this, but he loves swimming and bathing. ねえ、また行きたいね、スイミングね。その後顔するんだよね、ブライアンね。顔は私はシャンプー使わなくて、いつもそうやってさ、お湯で洗って。いやだね、洗われたね、顔ね。 You look bald, Brian. You look bald. こうやって、きれいに汚れのところをね、こうやってお湯できれいにしてあげます。ピンクいね、顔ね。かわいい。で、反対側、こっちのね、顔もね、口周りがいつも汚れるんだよね。顔がさ、ほら、タルタルだから。ここのとこがさ、どうしても汚れるんだよね、あなたね。で、反対側の目の近くも、水が入らないように、こうやって、かけるね。もういいかな？あ、きれいきれい。ほら、もう逃げなくなりました、ブライアンも観念して。おー、グーデボーイ。いいよー。もういいかな。毎回シャワーの最後には、いい子にしてくれたお礼のキャンディーをあげます。ニャンニャンニャン。オッケー。ブライアン、ブライアン、フリッ。うわー。ブライアンが終わったら、次はジェマの番です。
ジュンはあそこで逃げてるんですけど、ね、いつもだいたいこうやってね、嫌なんだけど、 OK I'm escaping yeah, OK 大丈夫大丈夫、トム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 、嫌だね、嫌だね、山嫌なんだけど一瞬で終わりますよ、でも小さいから体、yeah. yeah. で、ブライアンは終わってるから余裕って感じ、はい、見てください、このジェマの表情、毎回シャワーが始まるとこの絶望的なお顔になるのでちょっと笑ってしまうんですが、だからといって暴れることもなくじっとしてくれているので毎回とても助かっています。ジェマがさ前少しつけっぽくなったんだよね一回、だからまあ洗いすぎないっていうのも私たちは大切にしてて、乾燥してるからさ、 Good girl ジェマ、 If you do this it won't fall down your faceOh, good idea、yeah. いつもジェマ本当に嫌なの、多分、yeah. 早く終わらないかなって待ってるんだよね。ほら終わったジェマ、かわいそう。 Looks like she's crying、yeah. There's water running down from her eyes. Good girl, ジェマ You did it, you did it、mm. And peekGet out of here. Yeah. マジ最悪。マジ最悪。ジャマはすぐ乾くんだよね。すごいからね。乾き度がね。で、はい。ジェマ。ダーヤ。あと、なんか日本だと皆さんドライヤー使うと思うんですけど、ドライヤーできないんだよね、この犬たちね。Yeah, they hate it. そうそう、だからもう自然乾燥で私たちが拭いてあげて、あとは自分たちで頑張って乾かしてもらいますよ。すごいじゃん、ジェマ。早いね、乾くのね。On your way out. Go ahead. 2匹ともお利口さんにシャワーをしてくれたので、これから1階に降りてご褒美を渡してあげたいと思います。 Yeah, you want to go now? Go ahead. Not the sofa, Emma. Good. So tasty, huh? So tasty. きれいになったね。すごい、まだ濡れてますよ、あなた。拭いてあげようか、ブライアン、拭いてあげようか、体ね。一方ジェマはもう結構乾いてきました。普段であれば自然に乾くのを待つことが多いんですが、この日はまだやりたいことがいくつか残っているので、なかなか乾きづらいブライアンの体をタオルでゴシゴシしてあげます。ジェマはほとんど乾いていたのであまり必要なかったんですが、やってほしそうな顔をしていたのでスキンシップも兼ねてタオルでゴシゴシしてあげました。ここから別の日に撮った映像なんですが、普段ブライアンとジェマがどうやって過ごしているかを隠し撮りしていたところ、ジェマが何かに興味を持ち始めました。彼女の頭の中でたくさん考えながら手を伸ばしたのは、そう、床に置いてある犬用のトークボタン。Do you want a cuddle? Do you want a cuddle, Gemma? Cuddle. Yeah, cuddle. Brian, come here. 最近は3つのボタンを使っていて、その中で一番ジェマが好きなのがこのスキンシップのボタンです。一方、ブライアンからよくお願いされるのがこちらのボタンです。Yeah, outside. Okay. このトークボタンに関しては、皆さんからリクエストがあれば、ボタンを押すトレーニングの様子や、普段生活している中で彼らから意思疎通をしてくれている様子なんかを改めて別の動画にしたいなと思っています。他にもリクエストなどがあれば、ぜひこちらのコメント欄にお寄せいただけると嬉しいです。いよいよここからは彼らの苦手な爪切りもやっていきたいと思います。So we have a kind of funny story with Brian, because this is the thing he hates the most in the world, having his claws cut.
Yeah, we almost couldn't deal with it ourselves very early on. I think he had a very bad experience with claw cutting probably when he was younger, before he came to us. So we started taking him to this groomer who could do it for us. But we only could go there like twice because we were thrown out because the groomers couldn't deal with him because he was so panicked. Like he pooped himself at the groomers because he was so panicked. And that was after we had taken him for a walk. So now it's quite a long time after that. So we have trained a lot on it and it has become a lot better. But it's much about just taking it easy, taking it slow, giving him candy and not trying to hide what you're doing. Be very clear with what you're doing. Yeah, good. Oh, you're hiding your paw, huh? You're hiding your paw. Good boy. He's become so much better compared to how he used to be. Nah. Making sure you don't cut his paw. Good boy. Yeah, you can lay down, that's fine. Good boy. Good boy. ブライアンもジェマもシャワーと爪切りがどちらも苦手だけど定期的にしなきゃいけないことでもあるので少しでも穏便に行くように私がシャワー担当でヨハンが爪切り担当という振り分け方をしています。 Good boy, we're done. Yeah, you're done, Brian. Oh, yeah. Yeah, you're so good. Yeah, how long was it?6 minutes, huh? It used to take over half an hour and I used to be drenched with sweat after. That's Yama's turn. Yeah. Please don't. It's okay, girl. Yeah, you don't have to look. Yeah. Yeah, it's so annoying, huh? You don't like it?Oh, just have the last one. Mm-hmm. Yeah, it's just the last one left. Mm-hmm. Yeah. She always talk. She's so complaining right now. Good. Don't, she says. Why are you taking my claws away? I need them. You know what, Yama? We're done. Good girl. Who's a good girl?And here's for Brian. And here's for Yama. Yeah, you don't trust me yet, Brian. Not quite yet, huh? お疲れ。お疲れ様。そしてここからは本日2回目のお散歩。1回目はブライアンにカメラをお願いしていたので、今回はジェマがカメラを装着して散歩に行きます。Yes, Yama. Do you really need to do that every single time? Yeah, multiple times every single time. やばいな。やばい、雪の深さが。3月は日中の平均気温がマイナス2度だったんですが、4月になり日中の平均気温がプラス3度に。とは言っても平均の気温なので、日が落ちるとすぐに気温が氷点下になったり、こうやって雪が続くこともまだまだあるんですが、3月31日からサマータイムに変更になったので、日本との時差が8時間から7時間に変わり、たった1時間の違いですが、1日の始まりが1時間早まったので、感覚的には日照時間が長くなったような気がしています。雪がすごい、そしてやばくない。あ、で、ここの雪も実は先日落として、これぐらい。そしてキッチンの方に移動すると、本当はこの下にはテラスがあるはずなんですが、まだまだ大量の雪がこれくらい積もっています。
ここから私たちがブライアンを家族として迎え入れた時のお話。そもそもスウェーデンではペットショップでの犬や猫の生体販売が禁止されています。そのため犬を飼いたいと思ったら直接ブリーダーさんに連絡を取り、欲しい犬種の子犬がいつ生まれるかなどを聞きながら子犬を迎える準備に入ります。ただ注意点が2つあって、ブリーダーさんから子犬を譲ってもらうにはどんなに早くても数ヶ月、一般的には1年2年と待つ必要があるのが当たり前です。2つ目は、犬を飼いたいからといって必ず譲ってもらえるわけではないということ。スウェーデンでは最終的にはブリーダーさんが誰に売りたいかを決める権利があり、私たちは自己紹介をしたり実際にお家に伺ったりするとともに、犬を飼うことに対する考え方や経験値、住んでいる家の大きさや飼育環境、どうやって犬を育てていくかということをしっかり説明する必要があります。そういったブリーダーさんから厳格な審査を受け、ライフスタイルが適していなかったり性格が合わないと思われたりすると譲渡を断られることも日常茶飯事です。でもこのシステムのおかげで簡単に犬を飼うことができないので、子犬を迎え入れる前からしっかり犬との生活に向き合い責任を持って育て上げていく人がほとんどなので、スウェーデン国内では捨てられる犬というのがとても少なく、シェルター自体がない社会になっています。そして実際私たちも5年前ボクサー犬を迎え入れたいと思い、ブリーダーさんと連絡を取っていました。ただ北スウェーデンにはボクサー犬以外でも私たちが欲しいタイプの犬種を育てているブリーダーさんの数がとても少なく、一番近いブリーダーさんでも車で南に10時間以上、子犬が生まれる前からご挨拶に行ったりブリーダーさんと交流を持つことが少し難しいかなと考えていて、ヨハンといろいろ相談をする中で、私たちは犬を家族に迎え入れるときに血統書付きの子犬が欲しいというこだわりがないということに気づきました。何年待つかわからない人気のブリーダーさんから子犬を譲っていただくよりも、新しいお家と新しい家族が今すぐ必要と困っているワンちゃんを迎え入れてあげる方が私たちには合っているんじゃないかという話し合いをした結果、スウェーデンで活動されている保護団体の方にコンタクトを取り、すぐに面接をしていただき、まだ生まれたばかりだったブライアンとタイミングよく出会うことができました。これは家族からクリスマスにいただいたプレゼントで、いろんなところにキャンディーを隠し入れることができるというチーク玩具。実は残り一つだけキャンディーが残っているんです。ジェームよかったね。Yeah, you missed one here, Brian. そしてなぜ彼らがスウェーデンではなくアイルランドから来ているかというところなんですが、先ほど説明したように里親になりたいと思っている人の数に対して、スウェーデン国内で新しい家を必要としているワンちゃんはあまり多くないんです。しかしヨーロッパの他の国ではスウェーデンほど動物愛護法が強くない国もあるのが現状で、ジェマみたいな足が速いグレイハウンドという犬種はドッグレースで人間がかけるために走らされることがあり、早く走れなくなり利益が得られなければ捨てられるか殺されるということが少なくありません。そういった不遇の境遇にある野良犬になってしまった犬たちが殺処分されないように、アイルランドの保護団体やスウェーデンの保護団体は国をまたいで家族を探し、月に 1,2 回ほどボランティアの人たちがアイルランドからスウェーデンまで犬たちを運んできてくれるという仕組みになっています。レスキューされる犬は本当に様々で、ブライアンの母親犬やジェマのように妊娠して捨てられた場合もあったり、人間の都合で使えなくなったと判断されたり、怪我をしたまま捨てられる場合も少なくないみたいです。Really good day today. Yeah, it was nice. A lot of activities. Yeah. Aren't you guys lucky, huh? Aren't you guys lucky?そのため獣医師さんや保護団体の方も計り知れないような心の傷を負ったワンちゃんたちも多く、ブリーダーさんから子犬を迎えるよりも難しいお世話になる可能性が高く、どんなに難しい状況でもこの子の最後の瞬間まで
私たちが責任を持ってお世話ができるかというところを真剣に一番最初に考えなくてはいけません。ブライアンと出会った5年前、私たちは2人ともまだ学生で、移住してまだ2年ぐらいしか経っていなかったので、スウェーデンの生活にも慣れていないことも多く、特に極夜で真っ暗なスウェーデンに全然馴染めていなくて、もしブライアンに出会えていなかったらずっと家の中に引きこもっていたかもと考えると、もしかしたら今この瞬間スウェーデンに暮らしていなかったかもなと思ったりします。4人で暮らすようになって3年目なんですが、家族としての絆ができ、こうやって楽しく平凡に暮らしていけて本当に嬉しいなと思います。この動画が面白いなと思っていただけたら、チャンネル登録や高評価、ぜひ一言でもコメントをくださると嬉しいです。彼らに関する質問やリクエストもお待ちしています。それではまた来週皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。ヘイドー。ベスティスメンバーに入ってくださったグリグラさん、新しくメンバーになってくださった皆さんも、いつも本当にありがとうございます。